うまくいっていないようだな。ノーバディの影響だと思います。ノーバディか。どんなに記憶のかけらをつなぎ合わせても、外に記憶が流れ出してしまったら、すべての記憶は返ってこない。流れ出した先で別の記憶とつながってしまったら、元の場所に戻れなくなってしまう。記憶が少々欠落したところで問題はあるまい。それが彼の目覚めに重要な鍵だとしたら、そういうわけにはいかない。鍵、空と空につながる者たちの記憶を操る魔女ナミネ、お前には何かが見えているのか。もし別の記憶とつながってしまったら、彼女はきっと耐えられない。彼女？ここに。たまたま命令を受けただけだ。もうここには何もない。嘘。ここには私の生まれた秘密があるはずなの。任務はどうした？勝手な行動を取るな。命令に反するとダスクにされるから。ダスクにされるくらいならまだいい。お前は消されるだけだ。私が役立たずだから。そうじゃない。帰るんだシオン。少しずつだけど、人間だった頃の記憶が戻ってるの。そんな記憶思い出しても意味はない。毎晩夢を見るの。夢の中にアクセルもいたよ。俺がお前の過去の記憶の中にいるなんてありえない。それはただの夢だ。そんなことない。私この城でアクセルと会ったよね。会ったことはない。帰るぞシオン。ロクサスが待ってる。お願いアクセル、私は知りたいの。私が誰なのかを。やめろ。行くなシオン。そんな、私は私じゃなかったの。シオン。本当はこうなることが分かっていたはずですよ。どういう意味だ。ここにたどり着くまで、あなたは記憶の世界をいくつも通ってきた。けれどそこで出会ったのは闇の存在だけだったはず。あなたの心には闇の記憶しか残っていないんです。故郷の思い出も消えたんです。嘘だ。俺はみんなをちゃんと覚えて、みんな俺の大切な友達なんだ。その友達を捨てたのは誰ですか。自分の行動を忘れたのですか。あなたは故郷を壊したのだ。
私は一体誰なの？また会えたね。約束覚えてるか？覚えてるよ。空のことを約束したよね。ごめんなさい、約束が守れてないかもしれない。一体何が起こっているんだ？空の記憶が足りないの。どういうことだ？空の記憶が空の脳バディから外側に流れ出してる。彼女にどんどん空の記憶が吸収されているの。空の記憶だけを元に戻すことはできないのか？記憶のかけらだったら取り出すことはできると思う。でも彼女の記憶と空の記憶のかけらが完全につながってしまったら、元に戻すには今の空みたいに長い時間がかかる。そしたら空が目覚めるためにはもっとたくさんの時間がかかってしまう。それをリズはきっと許さない。どうにかできないのか？もし彼女の記憶を組み替えたら、空が目覚めた時に空を知る人が誰もいなくなってしまうかもしれない。そんなこと私にはできない。もう出遅れなの。空の目覚めは予定よりも随分遅れてる。空のノーバディとその記憶を吸収するもの、二人とも私たちの予想以上に自我を持ってしまった。多分もう二人が消えないと空は目覚めない。彼女の顔はもともと見えてなかった。でも今ははっきりと見ることができる。彼女が空の記憶に入り込んでいる証拠だと思う。空の記憶と空のノーバディの記憶、それから彼女の記憶、全部がぐちゃぐちゃになって一つにするための方法はもう他にないの。わかった。あなたは？リクだ。空の友達だ。空？空を知っているの？ああ。ありがとう。私を助けてくれたの？どうして？さあ、どうしてだろうな。聞いてもいい？空といつも一緒にいる女の子のこと。カイリのことか？カイリ、私にとてもよく似ている女の子。空が大切に思っている子だ。私、空とカイリのことを覚えてるの。私は作られた人形なのに、あるはずのない記憶があるの。この記憶は一体何なの？空は今どこにいるの？それは誰にも教えられない。どうして？お前の記憶は空の記憶からできている。私が空の記憶から？バラバラに散らばった空の記憶のかけらがお前に流れ込んでいるらしい。今空は記憶のかけらをつなぎ合わせるために眠っている。でもそのかけらが私に流れ込んできている。だから空は目覚めない。ああ、
その通りだ。今すぐにお前を空の元に連れて行けば、きっとお前の中にある空の記憶は取り戻せる。あなたの友達を奪っている私が憎い？いや、ただ悲しいな。ごめんなさい。でも私は今いなくなるわけにはいかないの。大事な友達がいるから。だったらお前にも考える時間が必要だ。考えるんだ、シオン。自分が本当に帰るべき場所を。私の帰るべき場所？私に正しい答えが考えられるのかな。自分の考えが正しいなんて自分だけが決めることじゃないさ。シオンにも、それからシオンの友達にも、みんなにとって一番いい答えを探せばいい。わかった。ありがとう、リク。やっぱりダメか。まだ探してない場所はないのかよ。行けるところは全部探した。そうか。まだ行ってないところは忘却の城だけだ。シオンは忘却の城に何があるのか知りたがってた。それにシオンがいなくなる前の日、シオンが重要な任務を任されたって言ってたよな。ああ、だが今あそこには何もない。でもシオンはいるかもしれない。シオンは忘却の城で生まれたらしい。え？だから忘却の城に何があるか知りたがったんだろうな。そんなの知らなかった。俺だってついこの間知ったとこだ。忘却の城、シオン。ここが忘却の城か。ロクサス、頭が痛い。大丈夫か？一旦戻って。大丈夫だ。ここにシオンがいるかも。なんだこれ。ロクサス、いろんなものが流れ込んでくる。これは…一旦退却するぞ。待って、何か…あと少しで…何か…そんな…何が起こったのだ。空の記憶が止まってしまった。どういうことだ。このままでは空は目覚めません。強硬策を使うしかあるまい。でもノーバディは存在してはならないもの。お前もわかっているだろう、ナミネ。はい。何か用か？
ロクサスの様子がおかしいの。何か知ってる？最近キーブレードを使ってると疲れちゃうんだって。それで今日は私がロクサスみたいに戦ったの。ロクサスのことはお前の方がわかるんじゃないのか？どういう意味？お前はどう思うんだ、シオン？わからないよ。わからないか。それはお前が人形だからか。もう知ってるんだろ。もともとお前はロクサスの力をコピーするために作られたレプリカだった。もしロクサスの力が弱まり、お前の力が強くなっているんだとしたら、必要以上にお前がロクサスの力を吸収しているのかもしれないな。私はどうしたらいいの？自分で考えろ。ただのお人形さんじゃないんだ。お前は俺たちの親友なんだからな。記憶したか？うん。もう一つ気になることがあるの。なんだ？今日ロクサスによく似た男の子を見たの。あの男の子、もしかしたら